ユシ聖堂公益財団法人私文会は日本の公益法人。主な活動内容は東京都文京区にある史跡ユシ聖堂の維持管理、講師祭の挙行、漢文関係の公開講座の開講、学術誌、私文の発行など。解明の私文は論語士官編に由来する言葉で儒教の同義語。1918年戦前の教家団体の一つとして、 官学の復興、教育直後の抑算国体精神の普及を目的として創設された。ただし、国体精神を阻害しない限りで、対照的な民主主義や個人主義との調和も目指していた。会員は創設以来、ハットリュウをはじめとする東京大学の中国哲学、中国文学研究室の関係者、及び渋沢栄一をはじめとする二小学者の関係者が多い。 私文会の母体になった団体として、1880年創設の私文学会がある。私文学会は、官学の復興を目的として、宮内庁の支援のもと岩倉ともみ、谷田敵、川田王孝、茂野安津倉によって創設され、各種の講座を開いていた。しかしその後、会員の世代交代などにより、私文学会は、大正期には形外化していた。会は、 その私分学会の復興も兼ねて創設された。私分会は、その他にも、県業会、講師祭展開講師協会、東亜学術研究会なども母体としている。1923年に、関東大震災で、湯島聖堂が消失した際は、私分会が中心となって、聖堂復興規制会を組織し、全国に募金を展開して1935年に、 再建を果たした。それ以来、政府から、湯島制度の管理を委託され、戦後の1956年には、新帝の文化財保護法に基づいて、改めて湯島制度の管理団体に指定された。2019年に、創設100周年を迎え、記念図録の観光などが行われた。ABC、四文会のご案内史跡湯島制度。 公益財団法人私文会。www.seido.or.jp。2020年11月6日閲覧。私文から言葉ンクウィキソースには、論語、主観第九の原文があります。ABC、東京大学100年支部局史1東京大学、出版会 1987p518、定義言、私文会と経学院における、 漢文教育、協系活動、文化交渉2015年、224ページ。坂井出義信、東西シノロジー事情東方書店1994年、49ページ。ISBN44 億9794万4158。車田忠次、三島中州と、坂谷義雄、関係書監修の分析を中心に、 日本館文学研究2020年38ページ。ABCDE チン、カオル、詩文学会の形成と展開、明治期の漢学に関する一考察、九州大学中国哲学論修1995年、ピアニッシモ、91から92、97から98、土井、10.15017、18,157。 明治150年漢学の近代、明治の精神に学ぶに小学籍大学シリーズ、大学戦略的研究基盤形成支援事業、近代日本の地の形成と、漢学、2018年、13ページ。公益財団法人、渋沢栄一記念財団。受教、渋沢栄一関連会社名、団体名変遷図、渋沢栄一公益財団法人。 渋沢栄一記念財団。渋沢栄一関連会社名、団体名変遷図。2020年11月9日閲覧。湯島制道略年表史跡湯島制道公益財団法人史分解。www.seido.or.jp。2020年11月8日閲覧。公益財団法人、渋沢栄一記念財団。 制度復興規制会、渋沢栄一関連会社名、団体名変遷図、渋沢栄一公益財団法人、渋沢栄一記念財団、渋沢栄一関連会社名、団体名変遷図、2020年11月8日閲覧、湯島制度と、私分会の奇跡私分会、2019年、国立国会図書館書士 ID、030260631、 ABCDEFGHI 田口徹み国史跡湯島聖堂と、四分会の現状、日本中国学会頼より2021年第1号、日本中国学会、2021年、14ページ。ありがとうございます。